7月10日、砥部町商工会館で第35回愛媛の陶芸展の審査会が行われました。愛媛の陶芸展は愛媛の陶芸の発展振興と文化向上を目的に毎年開催されています。審査会場には愛媛陶芸協会の会員が制作した磁器や陶器などが並べられ、5人の審査員が選考に当たりました。去年もそう思ったんですけども、突出したっていうのはちょっと感じられなかったんですけども、そのレベルとしては皆さん本当に、上手になってますし、洗練されていると思います。和紙染めっていうんですかね、こう一種のハンドメイドで描くっていうよりも、こう写真みたいな感じで処理していくんですけど、非常にそのグラデーションとかそういうものを聞いてますし、形状に合ったって言いますかね、似合う和紙染めの技法を使ってありますね。その辺が非常に魅力的です。ここをこう変えれば当然いい賞を取れるっていう作品が何点もありました。今後のためにあえてそれは入選から外しました。もう私十数年やってますけども、やっぱり年々良くなっていってるって、これは非常に私は嬉しいことだと思っています。今後もますます期待するところが大きいように感じました。受賞作を含む全ての作品は8月28日から9月1日まで伊予鉄高島屋で開かれる第35回愛媛の陶芸展で披露されます。